お疲れ様です。長倉です。前回、前々回とですね、まあちょっときな臭い話をさせてもらってますが、まあ日本も戦争に巻き込まれていくし、まあこれから、戦争に、まあ経済突入していくという話をさせていただきました。まあそんな中でですね、まあ俺たちはサバイブしていかなきゃいけないわけですよ。うん、何があってもね、大丈夫なように。だからなんか俺なんかは、まあいつでもね、どっか行けるようにとか思ってるけど、まあどっかって日本以外のとこ行けるようになんて思ってるけど、でも本当非常事態みたいになればね、なんか抜けることはできないし、みたいなところが起きたりとかすると思うんですね。なので本当に読めないなと思うし、で実際まあ食料なんかもじゃあ例えばね中国と対立関係みたいになったら食料なんかも来なかったら嫌だしみたいな、ね、食料不足になる可能性もあるし、まあそうするとやっぱりこう備蓄してる人と仲良くしておこうかなとかも含めて、うん、でまあいろいろ考えても結局タイミングがずれたらもう全て終わりなわけですよ。うん、で、その時に、じゃあタイミングってどうやってわかるのって言ったら、やっぱりどれだけ早い情報を得れるかじゃないですか。うん、とにかく、早く、いち早く、誰よりもいち早くですね、次の何が起きるのかっていう情報をキャッチすることはすごく重要なんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味でですね、だからその、どうやってサバイブするのかっていうところで言うと、やはりこう、情報をいろんなところから入れるってことですね。うん、で、まあ、一個は、やっぱりこう、リアルな情報ですね。だから俺なんかは結構地方とかに行くことが多いんだけど、じゃあ地方に行くと何が起きるかっていうと、まあ、宮古島行ったらね、宮古島にミサイル基地があったとか、なんかそういうのがあったりとかですね。やっぱ地方ってのは意外となんかそういう、なんていうの、国の金が落とされて何かができてたりとかするってこともあるんですよ。だから地方に行く。そして地方に行っていろんな人に会うと、まあ、いろんな情報通の人もいますよね。うん。で、もう一個は、まあ、これはね、俺の場合かもしれないし、まあ、また、俺のね、こう情報を見てくれてる人とはわかると思うんですけども、友達秀太博士。からですね、情報を得て、まあ、そこからですね、最新情報っていうのを皆さんにいつもお伝えしています。で、本当にね、友達博士の情報はマジで早いです。うん。だから、例えばじゃあコロナワクチンの件もね、めちゃくちゃ早かったですね。あれはやばいみたいなことを最初から言ってました。友達博士はね。っていうのだったりとかも含めて、なのでですね、まあ、友達博士からの情報を得る。そして、まあ、俺はその友達博士からの情報を皆さんに、お伝えするというのが俺の、まあ、こう、人類への、日本人への、貢献できるポイントかななんていうふうに勝手に思ってたりとかします。はい。ということでですね、やはりもう情報戦サバイブするのは人からの情報、そして裏情報というかね、まあ、そういうのを知ってる人たちから情報を得るしかないんですよ。だから新聞とかメディアとかに出てる段階ではもうとにかく遅いので、うん、という意味でですね、ぜひ、皆さんもですね、まあ俺はまあできる限り、情報をですね、皆さんに提供していきたいと思いますので、引き続き見ていただけると嬉しいなと思います。ということで、ナグルでした。